ウティ語族はミーウクコスタ語族ともいい、コスタの初語とミーウク初語からなる語族。アメリカ合衆国カリフォルニア州中部で話されていたが、現在コスタの初語はすべて死語となっており、ミーウク初語も死語、または極めて深刻な危機に瀕する言語である。すでに19世紀に、ムツン語とチャキュイムの語彙が共通することが指摘されていた。1910年代に人類学者、 ローランド・ディクソンとアルフレッド・ウィル・クローバーは、カリフォルニアの諸言語の細分類を定義し、ウィントゥ語、マイドゥ語、ヨクツ語、コスタノ語、ミーウク語をまとめて、ペヌーティ語族と呼び、これをさらにウィントゥ語、マイドゥ語、ヨクツ語からなる、ペン語派とコスタノ語、ミーウク語からなる、ウティ語派に対別した。これらの語族、語派名は、それぞれの言語で、数の2を意味する言葉をもとに命名している。 ディクソンとクローバーによると、従来これらの言語の間の系統関係が認められなかったのは、それぞれの言語で大きな音音的変化が起きたためだとする。ペヌーティ語族はその後、エドワード・サピアによってカリフォルニア以外の言語を含むように拡大された。ペヌーティ語族が言語学的に有効かどうかは、現在も議論が分かれるが、 ディクソンとクローバーの言うウティゴ派の部分については、緊密な親縁関係があり、音韻対応も立てられている。キャスリーン・キャラハンによって、ウティゴ族と命名された。1990年代になってキャラハンはさらに欲屈、ゴ族とウティゴ族の間にも、親縁関係を主張し、これを、よくウティゴ族と呼んでいる。ありがとうございます。